こんにちは。ダイビングの広報千野です。今回は、弊社のショールームに一緒にありますモデルハウスヒュッケをこちらご紹介させていただきたいと思います。このモデルハウスって何坪ぐらいあるんでしょう？約37坪っていう広さになってます。 3LDK になっておりまして、1階がもう LDK と水回りで、2階に3部屋っていうような形になります。外観はテラスの部分があったりとか、パッと見はちょっと大きくは見えるんですけれども、中は比較的コンパクトめに仕上げさせてもらってます。コンセプトをちょっと教えていただきたいんですけど。はい、北欧スタイルで作らせていただきました。で、北欧の方はご家族が一箇所に集まってゆっくりとした暮らしをしていただくっていうような生活スタイルだったので、インテリアデザインとかもちょっと北欧スタイルに寄せてお作りさせていただきました。なるほど。テラスの部分であったりだとか壁ですよね、石を張ってるかと思うんですけど、はい、こういう材料って実際に使うことってできるんですね？あ、もちろん可能です。これは天然石を加工してタイルとして使えるように作ったものなので、風合いとしては自然のものっていうようなデザインになってます。では早速ご案内させていただきます。どうぞ。玄関周りはこんな形で、屋根がついてる、吹き抜けになってるんですけど、こんな感じのタイルデッキ兼玄関のファサードっていうような、こんな感じのイメージになっております。この玄関ドア、本物の木をこれ使ってるんでしょうか？はい、これ玄関ドアの枠は本物の木になってました。あと表面も実際に本物の木を使わせていただいてます。製作で作られたんですか？よくそうやっておっしゃっていただくんですけれども、メーカーさんの商品になりまして、プレイリーホームさんの玄関ドアになっております。本物の木を使うと冬ね、なんか安曇野近郊って寒いと思うんですけど、はい、断熱性能というか暖かさの維持とかそういった部分はどうなんでしょう？はい、これ先ほどの本物の木ってお伝えしたんですけれども、表面に本物の木が貼ってあるんですが、中に関してはしっかりと断熱をした構造になっているので、こういう寒冷地でも全く問題なく使える断熱仕様のドアになっております。あ、なるほどですね。はい、はい、では中お願いします。ありがとうございます。じゃあどうぞ。玄関入ってすぐ左手にシューズクローゼットがあって、シューズクローゼットになってます、はい、その扉の奥はどうなってるんでしょう？あ、こちらですか？はい、こちらがですね、こんな形でこのまま土足のまま上がれるウォークインのシューズクローゼットになってます。玄関入ってすぐそこにバーがありますから、はい、コートとか、はい、まあ、アウターをすぐ脱いでかけられると。そうですね。で、半分が土間になってるので、ちょっと水がついたカッパだったりとか傘っていうのをこっちにかけていただいて、コートとかはこっちにかけていただくと、より効率的に使えるかなと思います。なるほど。で、左手側も、可動棚になってるので、はい、まあ、いろんなもの、靴もそうだし、靴以外のものもいろいろしまえそうですね。そうですね。最近アウトドアがすごい流行ってるので、そういったアウトドア用品なんかもしまってもらっていいかなと思います。ありがとうございます、はい。その奥の扉を開けると何になってるんですか？はい、ここを開けていただくとパントリーにつながっております。食品収納庫ですね、はい、ものすごく広くて、はい、食品とかめちゃめちゃしまいそうですね。幅としては 2m70cm 設けてあるので、まあ、1週間分は余裕で入っちゃうぐらいのスペースはご用意させていただいております。なるほど、はい。で、玄関入ってぶっちゃけ言うと4歩ぐらいでこのパントリーに来れちゃうんで、はい、もうすぐ食品とかを大量に買ったとしてもすぐしまえちゃうっていうことですね。そうですね。もう両手が塞がってたとしても、普段はここ開けてお使いいただいて全然構わないので、もうそのままここにドンって置いてしまってもらえるっていう感じですね。なるほど、はい。このパントリーを抜けると、はい、もう直接キッチンダイニングのスペースに抜けてこれるようになってます。玄関入ってすぐパントリーがあって、パントリーで物をしまった後すぐキッチン。そうですね。で、実際に冷蔵庫もここに置く想定ですので、もうお料理の最中もなるべく歩数が少なく、こうパントリーとキッチンを行き来できるっていう時短の間取りになってます。なるほど。このキッチンの前がですね、なんかグレーの壁でですね、はい、あ、こちらですね、はいはい、これは何ていう材料なんでしょう？こちらは、オンザウォールさんっていうメーカーさんのコンティニオっていう塗料になるんですが、モルタル風の塗料になってます。ただこういった水回りに使うので、もちろん防水のものを使用させていただいております。じゃあ質感はすごく素敵なんだけれども、はい、まあ、水はねとかもあんまり気にせず、はい、台所仕事を、まあ、お料理とか洗い物とかやっていただけるっていうことですね。そうですね。機能面も全く問題なしっていう形になります。ありがとうございます。このキッチンの通路を挟んで向かいが、
はい、これがものすごく大きなテーブルになっているんですが、はい、キッチン側からは物がしまえるように棚になっていて、これはテーブルっていうことでいいんでしょうか。これは、ダイニングテーブルっていう扱いにさせていただいてあります。かなりのビッグサイズのものになるんですけれども、これものすごい大きいですよね。そうですね、長さ的にはここからここまで約3メートルございます。ダイニングとしてももちろんなんですけど、作業スペースとしても使えるので、まあ、キッチン側で足りなかったりとか、ちょっと別の作業する必要があったら、もうこちらでも全然できちゃいますっていう感じですね。このダイニングテーブルなんですが、はい、これは反対側から見るとどうなってるんでしょうか。反対側から見るとこんな形で、今ハイチェアを4つ並べてあるんですが、まあ、バーカウンターみたいな感じのイメージでお使いいただけるかなっていうものになってます。家族4人がここに横に並んで食事とかも全然できちゃいますね。お食事ももちろんなんですけど、まあ、そのプライベートな時間も、例えばタブレットここで見たりとか、あのお子さんが勉強してたりとか、そういうあの家族が集えるような空間っていうのを目指して、この大きいテーブルをお作りさせていただきました。このダイニングテーブルも素敵なんですけど、はい、その上にある照明と、あとワイングラスがかかって、これまためちゃめちゃおしゃれですね。ありがとうございます。これも、オリジナルでちょっと今回オーダーさせていただいたんですけど、ハンギングシェルフっていうちょっと棚としてもお使いいただけますし、あとこうオリジナルで金物もこう取り付けられるので、まあ、ワインをかけていただいたり、こういうちょっとあの飾っていただいたりっていうことも自由にできるような商品になってます。これ照明も兼ねてるんですね。兼ねてます。面白いですね、はい、でその上に例えばグリーン雑貨を飾っていただいたりだとか、はい、まあ、お皿なんかもなんか置けちゃいそうで。そうですね、本当お店みたいですね。そうですね、一応ここはちょっと非日常的な空間もありつつ、使い勝手もいいっていう、そういった空間になっております。キッチンの横のグレーのカウンターというか、これは作業台みたいな感じで使えるんですかね。塗料が防水だったりとか、汚れとかも弾く塗料になってるので、お料理の作業をしていただくっていうことも全然可能になってます。ピザの生地とかをこねたりするんですけど。なるほど、そういうのも全然できちゃうんですかね。そうですね、まあ、パンだったりクッキーだったり、そういったものもいろいろここ作れちゃうと思うんで、はいはい、これリビングなんですけど、はい、まずこの床がですね、肌触り足触りがめちゃめちゃいいんですけど、日清イクスさんっていうメーカーさんの奈良の無垢のフロアになっております。ちょっとこう幅広で、なんかすごく上質な感じがしますよね。はい、であえてちょっとあの色を入れる塗装をせずにナチュラルな仕上げをさせていただいております。このモデルハウスは今できてどれぐらいなんですか。3年ですね。なるほど、はい、まあ、年月の経過とともにちょっとずつこう木材がまたこう飴色に変わっていく、なんかその経年美化を楽しめる、なんか本物の木材ってやっぱいいですね、はい、そうですね、当初よりやっぱ若干色は濃くなってるんですけど、まあ、その飴色っていう形の変化は今してきて、雰囲気はすごく良くなってきてると思います。ソファーというか、まあ、ベンチですかね、はい、これはあれですか、造作で作られたんですか。そうですね、あの家具屋さんにこちらもあのオーダーで造作で作らせていただきました。この淡い木目に、はい、このグリーンがまたすごく映えるというか、調和が取れてる感じがします、はい、やっぱそう感じていただけるとすごく嬉しいんですけれども、今回あの北欧スタイルのモデルハウスということで、こうインテリアデザインとかもこの淡い中に原色系の差し色っていうのが北欧の方の、インテリアスタイルだったので、ちょっとそれを取り入れさせていただいたような形になります。リビングの土間にこれ薪ストーブがまた北欧っぽくていいですね。ありがとうございます。こういう天然石のタイルを貼ったりとか、あと下はこの既製品のタイル貼ってあるんですけれども、ちょっとこんな感じに室内でもアウトドアっぽさを楽しめるようなデザインになってます。なるほど、はい、でこのリビングの一部分が、タイルで仕上がっているので、はい、ここで例えばですけど、ロードバイクのメンテナンスもできれば、スノボとかスキーとかやる方のメンテナンスもここで全部できちゃいますね。おっしゃる通りで、やっぱアウトドア需要っていうのがすごい高まってるので、まあ、玄関から直接こう入ってきていただいて、自転車だったらここに置いてメンテナンスして、やっぱそういう方ってこだわり強いので、ここでそのままちょっと外から見える飾れるみたいな、そんな感じも。なるほど、はい、いや本当傷とか、そういう例えばちょっとね、汚れてたらこうバケツでこう象牙絞って拭いたりもするんですけど、はい、その傷も気にしなくていいし、水をちょっと扱っても気にせずに、なんか下がタイルってすごくいいですね。そうですね、まあ、そういった水に濡れたりとかっていう、そういう心配も一切いらないので、その辺はかなり使い勝手はいいかなと思います。あとワンちゃんとかこう猫ちゃんとかを飼ってる、ペットを飼われてる方もちょうどいいですよね。そうですね、やっぱ滑り止めが結構効くので、タイルの場合だと猫ちゃんとかワンちゃんの足腰にもよろしいかなと思います。
ありがとうございます、はい、そしてこのリビング の, その奥の扉は、はい、こちらですね、はいはい、この奥はどうなってるんですか。こちら開けていただきます と,、水回りですね、あの洗面脱衣ユニットバスの方のスペースになっております。でまず洗面があって、はい、カウンターになっていて、そうですね、カウンターになってます。そしてその反対ですね、洗面の左側が洗濯機を置いて干せるようになっていると、ランドリールームになっているということですね。はい、洗濯機を置くスペースがこちらですね、この空間になっております。はい、なので洗濯機が終わったらここにもそのまますぐ干していただける。はい、で乾燥したら取り込んでこの作業台ですね、この作業台で畳んだりアイロンがけしたりっていうのが可能になっております。これ洗濯をするスペースがだいたい洗濯が全部3歩以内で終わるみたいな、そんな間取りになってるんですね。そうですね、 1,2,3 で3歩で全部終わると思います。これはあの忙しい共働きの子育て夫婦の方には非常に参考になる、なんか洗濯の動線というか、はい、そうなってますよね。そうですね、時短ができるようにいかにその朝だったりあの夜の貴重な時間をあの有効活用できるかっていうところをあの意識させていただきました。ありがとうございます。はい、でこの、作業台の奥のこの収納はどうな何になってるんでしょうか。はい、なので先ほどここで、タオルだったりとかを畳んだものを直で収納できるリネン収納にこちらになっております。パジャマだったりタオル下着っていうのはもうここに全部完結するので完璧な動線ですね。ありがとうございます。はい、ここは一応トイレになっております。こんな感じですね。このトイレの、はい、エンジ色というかちょっとこうピンクっぽい感じのこのトイレの壁の色がまたすごく素敵ですね。はい、こちらはこの部分なんですけれども、先ほどキッチンで塗ってあったのグレーの塗り壁材と同じものを使わせていただいてて、で色が結構種類選べるのでこういうアクセントウォールとしてもお使いいただけます。これも北欧っぽい差し色をイメージして、はい、デザインさせていただいてます。この手洗いがまたシンプルですごいかっこいいんですけど、これはどちらのメーカーさんのものなんですか。はい、こちらサンワカンパニーさんっていうメーカー の, あのプラティコ L っていう商品になるんですけれども、ちょっとあのこういう淡い色味の中にちょっとこういうスクエアっぽい角張ったもの入ることによって締まるようなあのそういうイメージをあのデザインさせていただきました。こちらが2階になります。階段を上がってきたホールのところに、はい、なんか本棚があるんですね。お気に入りの本とかも共有して見ていただけたら素敵かなということでちょっとここに設けさせていただきました。左手側が主寝室ですかね。はい、そうです、こちら主寝室になります。どうぞ。約7畳の空間になっております。これ枕元にカウンターが2つあってコンセントが2つあって、はい、手元を照らす照明も2つあるので、はい、スマホを見たり本を読んだりいろんな使い方ができそうですね。そうですね。そしてこちらがこう仕事をしたりリモートワークしたりできるようなちょっとカウンターもあるんですね。そうですね、こちらカウンターになってまして、今あの寝室だったりとかその他のスペースにこういうカウンタースペースっていうのはもうほぼほぼ必須みたいな間取りになってきているので、まあここでリモートワークしていただいてもいいですし、お化粧っていうのも全然できちゃうかなと思います。ありがとうございます。はい、この奥が子供部屋に2つなってる。はい、子供部屋2つご用意させていただいてあります。屋根勾配そのまんまに天井もこう屋根まで多分抜けてると思うんですけど、はい、これ広さ何畳なんですかね。これ部屋自体実はもう5畳ぐらいしかないんですよ。全然見えないです、ね、そうコンパクトめなんですけど、天井高が高いのとロフトが3畳分あるので実際使うとしたらもう8畳分以上のスペースはあるかなと思います。なるほど、はい、これロフトがあるということはベッドを買う必要がないということなんですね。そうです、もう上に布団を敷いていただいたりとマットレス置いていただくだけで下は5畳まるまる使えるので、まあいろいろな、まあ、勉強机もちろん置いていただいてもいいですし、ちょっと趣味のスペースとして使ってもらってもいいですし、いろんな使い方できるかなと思います。そして子供部屋と子供部屋の間にこういうちょっとカウンターというかなんか勉強コーナーみたいなのがまたあるのがいいですね。はい、今回ちょっとあのお子さんのね感じで絵本とかいろいろ並べてあるんですけれども、お子さん大きくなったらここでこれ下カーペット敷きになってるので直接こう座っていただいてお勉強していただいたりとか本読んでいただくっていうスペースにももちろん使えるようになってます。なるほど、はい、ありがとうございます。このモデルハウスはいつでも見学ってできるんでしたっけ。はい、あもちろん大丈夫です。あの本社ショールームに併設しているので、まあ、あのフラッと寄っていただいてももちろんいいですし、まあ、ご予約していただいてもあのご案内必ずつけさせていただいているので、まあ、そんな形であの気軽にお越しいただければなと思います。
本社ショールームが空いてない日はあるんでしたっけ。はい、基本的には水曜定休になってしまうので、まあ、それ以外のお日にちでしたら、まあ、事前予約だったりとか、あと もちろんフラット寄っていただいても全然 OK でございます。はい、モデルハウスのルームツアーご覧いただきありがとうございました。また次回の YouTube もお楽しみいただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。